こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。さて、今までいろいろと潜在意識について学んできましたね。今日は潜在意識の一番重要な部分についてお話ししましょう。今日のテーマは潜在意識にある心の型です。潜在意識と話す方法として6歳の自分をイメージするのでしたね。これはなぜだったか覚えていますか？たとえ20歳の時の出来事でも、その時の自分を癒したいとか諭したいという時には必ず6歳の自分をイメージします。その理由は20歳の時の自分の中にも6歳はいるからでしたね。どんな出来事を何歳で体験しても、基本的にはこの0歳から6歳までの自分が必ず一緒に体験しています。その6歳の自分、正確に言うと0歳から6歳までの自分をインナーチャイルドと呼びます。この時期にはまだ頭が発達しておらず、感情的なことしかわかりません。ですからインナーチャイルドは感情脳のことだと思っていいでしょう。そしてこの時期には人生で初めてのことを体験しますね。ですからここで人生とは何かという基本的なことを覚え、それを型のように刻み込むのです。するとそれが人生を左右します。ですからインナーチャイルドの中に人生で体験することの要因が刻み込まれているのです。その方は当時は言葉にはなりませんでしたが、今言葉にするとしたらこんな感じです。私はいつも注目される、お母さんは私のこと嫌いだ、このような方を信じ込みと言います。例えばあなたが最初の子だったら、あなたが生まれた時、親も祖父母もそのまた親戚も友達もみんなあなたを見に来たでしょう。あなたがみんなの前に現れると、大人たちはまあよく来たね、大きくなってと大歓迎します。これは下の子が生まれるまで続きます。こうしてあなたは自分が登場するといつも注目されると型を作るのです。この型は人によってよく働くこともあれば悪く働くこともあります。よく働く例としては、下の子が生まれて注目されなくなると、あなたは頑張って何かを上手にしてみせたり、良い成績を取ったりして再び注目を集めようとするでしょう。もしかすると一芸に秀でる人になるかもしれません。悪く働いた場合はどうなるのかというと、注目されなくなった途端、あなたはお母さんもお父さんも私が嫌いになったんだと拗ねて反抗的になったり、だらしなくなったりして親を困らせることを考えます。こうして頑張らなくなるので、能力が思うように上がらなくなるのです。このような方はあなたの性格を大きく形作ります。ですからもしこの方が悪く働いているならば、それを見つけてインナーチャイルドを癒し諭さなければいけません。潜在意識のコントロールではこの型を変えるのが一番大切なのです。あなたは自分は人前に出るのが苦手だからとか、自分を話し下手な性格でと思っているかもしれませんが、それは変えられない性格ではなくて、そういう型を持っているからなのです。それもじっくり取り組めば自分で変えていくことができるんですよ。どうやって変えるかは次回の動画で学びましょうね。